オリヤカプレイヤーの皆さん、こんにちは、リネトです。今回はコラボキャラの古毛がメインの小尺、毒パーティーを紹介します。使用英雄と配置はこんな感じです。では右から順番に英雄のスキルや配置の順番の理由などを紹介します。はじめに紹介するのは核です。核を一番に配置した理由は全ての攻撃に毒を付与する効果があるからです。 その能力を見ていきましょう。核は通常攻撃や気力攻撃すると確率で中毒を付与できます。さらにバッシブ効果により、付与した中毒に追加効果がつきます。気力回復速度を低下や自身の気力値を回復させたりします。さらに洗毒ゲーにより、中毒の付与確率が大幅に上がります。説明は省略させていただきます。 最後に才能について紹介します。核につけた才能は吸収です。核は最初に紹介した通りに、デバフである中毒を付与するので、デバフの数でダメージを上げる吸収をおすすめします。以上角の紹介でした。次に紹介するのは、ソーノのンです。ソーノのンを2番目に配置した理由は、角と同じく毒を付与するからです。ソーノハンは気力攻撃で猛毒を付与します。 その猛毒は付与された敵の HP が10%以下になると中毒系デバフを爆発させます。孫の伴は毒系だけではなく、消灼系の英雄と組み合わせると、さらに強くなります。この星3や星5のバッシ部の能力は、後ほどの英雄たちにも関連します。さらに UR スキルにより、猛毒の他に執行や原運を付与できます。最後に才能を紹介します。 ソ孫ハンには冷静をつけました。冷静の効果でダメージ増加や、非ダメージ減少ができます。以上、ソ孫ハンの紹介でした。次に紹介するのは、帝砲です。帝砲を今回のパーティーに入れた理由は、帝砲のバッシブ効果にあります。そのバッシブというのは、この星3のバッシブです。このバッシブ派気力攻撃をすると、敵の持ってる消灼を解除負荷にできます。最後に才能について紹介します。 帝砲には闘志をつけました。帝砲は気力攻撃を回さないといけないので、記録値を回復する闘志をつけました。以上、帝砲の紹介でした。次に紹介するのは古毛です。古毛を4番目に配置した理由は、UR スキルの条件クリアのためです。古毛が後衛にいると、気力低下無効や味方全体の攻撃力や防御力が上がります。 小毛の気力攻撃は、ゲームを付与するだけでなく、シールド無効の追加ダメージを与えることができます。さらに、星5のバッシブ効果により、対象の気力攻撃を受けた敵と隣接してる敵に、中毒を付与することができます。さらに、UR5 にすると、毎ターン初めての気力攻撃は、会心率を無視して、会心を可能にし、会心が出るとき対象の所持してる。 中毒を一回爆発させます。最後に才能について紹介します。小毛には強撃をつけました。強撃をつけることにより、耐震性工事の追加ダメージだけでなく、小毛の耐久性も上がるのでつけました。以上小毛の紹介でした。次に紹介するのは、周遊です。なぜ、リクソンやウヨモをなく、周囲を入れたのか。確かに両毛やリクソンは、乗車を付与するのにはいいですが、 リクソンや旅ウは消釈を付与するだけで周囲はその消釈を爆発させることができるからこのパーティーに入れました。さらに定法の消釈解除負荷と組み合わせることで毎回消釈を爆発させることが可能になります。さらにバッシブにより爆発させると気力値を回復させることができます。さらに潜毒原ーをつけると爆発させた時の気力値の回復点や 爆発ダメージが増加したりします。最後に才能について紹介します。周ユも攻撃をつけました。爆発ダメージに加えて追加ダメージを与えることで敵を早く倒すことができます。以上、周ユの紹介でした。最後にソンロイクを紹介します。ソンロイクを6番目に入れた理由は気力攻撃の効果です。ソンロイク派気力攻撃で一番攻撃力の高い味方にヒゴを付与し、 自分自身がシールドとなり、一人分いない状態になるため、攻撃に影響が出ない、6番目に配置しました。さらに、ヒゴ対象英雄が通常攻撃をしたとき、自身も攻撃をし、確率で攻撃対象に猛毒を付与します。さらに、バッシブにより、ヒゴ対象の味方英雄が、通常攻撃で中毒を付与するたびに、該当英雄は、追加で通常攻撃を1回発動し、 中毒を一回爆発させます。最後に才能について紹介します。尊のクには新刊をつけました。気力攻撃時に相手の気力値や、気力回復速度低下を付与するので、お守り代わりにつけています。以上、尊のクの紹介でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。